あ、ハイブリさん、ハイブリさん、伊豆見えてなかった？見えたけど、剣士の方が、え、なんやこいつっていう感じの動きをしたようには見えたから、あ、違う。さあ、行こう。新たなる旅路へ。高田村の面々は向かうのであった。工藤くんは、ちょっと待って、よいしょ。ナイス。なんや伊豆の動きは。なんやめんやさんの動きは。いや、なんか可愛いウサギさんがいたから、なんかちょっと 見つめてたんですよ、ずっと。伊豆の動きは変やと。僕葛藤です、今。あの、貨物の配線をやるかの葛藤の動きです、あれ。いや、やるやろ、あるんだったか。配線はやるだろ、初手に巻いて。停電と待機するか、配線行くか、ちょっと悩んだ、あの動きどうですか。いや、顔が怪しいんだよ、お前は。高田さん、僕のこと。いや、めっちゃ不審だった動き。何、ドラしようよ、もう。ドラ、シェリフなんで、高田さん。あ、ガチですよ。え、ハイブリさん、ハイブリさん、伊豆見えてなかった？見えたけど、剣士の方が、え、なんやこいつっていう感じの動きをしたようには見えたから、あ、違う、剣士が何をしてるんや、伊豆っていう動きをしてるから、俺は剣士の動きの方が狂っぽいよって思ってる。あー、そうね、そう、でも伊豆さんはシェリフだから、ハイブリ高田二人会ですね、これは。ふざけんなよ、伊豆、マジで。伊豆シェリフなんだ、あれ。カトリメリ人外かと思った。あれを許したらさ、飯戸くんなっちゃうから。いや、そうだよね、たいよ、本当は。いや、でも飯戸くじゃない。でもさ、シェリフロラってことは、プテタカのロラになるよ、これ。いや、待て待て、伊豆がシェリフだから。あ、まあ確かにね、ロラなら、いいんだね、ロラってしょ。プテタカのロラになるわけだね、これはね。あ、でも俺は全然そうやったらプテ食い入れるけど、カタさんの取れたか潰したいから、まあ別にいいよ。おーい、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 増えてるって、工藤さん。工藤高田、これで剣士と隣でしょ。鬼木がいた。剣士下入った。おおい、はい、はい、あの、僕シェリフなんで切りました。マジ、ナイス。え、ちょっと待って、え、嘘でしょ。いや、これは何とも言えねえ。あ、そうな、僕は普通に武雄さん釣りたい。いや、釣ってもいいの。あ、まあ、釣ってもいいの。まあまあ、一陣外とか通道の視点でも落ちるからいいのか。うん、そうか。でも言う、11人いる状態でシェリフナイスは言わないかな。まあ、マットだったら、マットかもしれない、うん、まあでもアンパイはそこ鬼削りか、釣るしかないと思うけどな、この進行。え、本当の、え、一緒に湧いたのって高田ハイブリーイズ。いや、違う。え、なんかタスクしてました、そのイズさんは。俺はバイタル脇貨物の配線に一番最初に行って、俺が配線終わったら伊豆さんが配線にいるんやけど、剣士が二度見するみたいな感じで戻ってきたのね。で、それが動きは切るような動きでは絶対ないし、うん、なんか怪しんでる、なんかあったんかなって思ってた。伊豆がタスクを仮にできてたとしたら、うん、ハイブリ高田のどっちかにいたのかなって思っちゃっただけなんで。初手の話してる、ねるちゃんの今の。そうですよ。ああ、はいはい。まあ盤面だけ見たら、イズマット、オニキ、シェリフが一番、俺もそっちの方がしっくりくるけど。いや、だとしてもオニキは、まあまあ釣りは分かるよ。まあ僕、じゃあ僕釣るんだったら、二陣、インポスター残りを考慮して動いてください。ああ、オッケーです。そうですね。うん。ああ、オニキ、いや、仮にオニキがインポスターでも、イズさん言っても別にそんな言わんでよくないと思うけどな。いや、でもこれで負けるのが一番しょうもないっすよ。いや、それはそう。ちなみに切ったのシャワーの、なんだろう。覚え系らへんところ。俺とハイブリさんと伊豆があれだっけ、コックピットはやったんだっけ。いや、俺は
あ、さ、あ今のターンは工藤くんと剣士と俺で。いやね。コックピットですね。頼む、行かしてくれ。さすがに釣らざるを得ないと思っちゃうけどな、どうなんだろう。頼む。まあ、真であるなら真であるでいいんだけど。伊豆は人外だったらインポスターだと思うよ。マットではないと思うな。タスク、まず、貨物で湧いてる以上、マット見てもタスクが存在しない。4票聞いていいですか。はい、ネロ。はい。はい、ハイブリ。違うと思いたいけどな。ほい、あーこれはいいボタンだな。ほい、え、投票したのネロタケ、あ、スキップはネロタケトスブリか。そうだよね。で俺は一応リオワールあんだけ疑っといて。いや3人、ごめん3人しかいないと思ってたから、俺は、うん、もうじゃあ人格って言うと思ったけど、俺が最後言い忘れてた。うん、了解です。まあ俺は議論中から結構新っぽいなと思ってたので、うん、マットっぽいかなぁと思ってるけどね、どっちにしろ。まあ安全をとって投票が一番いいけどね、昨日は。っていうか誰のことをマットっぽいと思ってんの、ネロちゃんって。伊豆。いや、っていうかその、そもそもさ、伊豆さんが人外だった場合って、いや、鬼木はその他に出るべきなんだよな。それはそう。あと、伊豆をマットと追うのが俺不自然に感じるんだよ。伊豆がマットだからこそ出れたの、どっちが人外か分かんないですけど。いやいや、伊豆も伊豆マットか。いやいや、一個言うと、貨物で伊豆は湧いてんのよ。貨物にマットメイトのタスクが絶対存在しなくて、連続タスクになるからね。うん、で、他のところにタスクがあれば行くじゃん。で、俺とハイブリさんの前でちょろちょろ動いてるのよ。ここにインポスターがいた場合って、伊豆マットメイトだったら切られるケアをしてなくて。だって絶対内通がないから。いや、その盤面だったらむしろちょろちょろ白くだと思うけど、だって高ぶり二人会じゃない限りは切られないじゃないですか、3人でいたら。いや、3人でいたわけではないんだよな、別に。あ、そうなんだ。俺はちょろちょろしてるっていう感覚は、俺はごめん、タスクしてるから分からない。多分ハイブリさんがそう配線やってて、俺の前で伊豆がちょろちょろしだして、で俺がハイブリさんの方に逃げたの、たまたまいたって感じで、うん、でそこに伊豆がいて、伊豆がなんかその瞬間から敗戦に行くっていうルートだから、別に3人でいたわけじゃないから、うん、まあでも切られるけど、伊豆がインポスターで11人で使用する方が意味が分かんないから、僕は伊豆が人外だったとしたらマットだと思ってるから、ネロちゃん派なんだよ。あの、俺が思ったのは議論の部分で、マットだったら出得じゃないですか、もう疑われた段階で釣られれば勝ちなわけだから。いや、なんか自然に考えたら鬼木の方が人外にならん。いやそれは分かる、それは分かりますけど、うん、伊豆が人外だったらマットっていうのは僕はネロちゃん派ですよ。いや、まあ分かるよ。人外だった場合は待ってたけど、基本昨日は鬼木に入れないの変だなっていうのは俺は、うん、まあ安定でいいと思う。まあ実際僕も鬼木に投票してるし、うん、まあまあそんな感じの理由です、僕は。シンプル鬼木、ネロちゃんスキップなのか。俺はスキップだよ。そう、はい、まあどちらでも。プテ君、あ、終わった配線。6 7 5 4、全部固まってるの。2こっち、1クソが、うわ全部袋小じゃん、最悪のエレキ。
ミーティング。いや奥見ればよかった。ミーティングのボタンです。はいはい。ミーティングの奥か。あ、いやボタン上です。奥は見れてない。うんうん。多分停電をガミ駆動で直して見てて、駆動さんに白が打てます。お互い、はい白です。はい。どんぐらいなんだろう。目や白でいいな。ね、宿舎分けなのよネロちゃん。うん、あ、そうなんだ。でボタンが入らないから変だなと思ってて、あ、まあ、ネロちゃん人外かって思ってたから、だから下冷えてると思うんだよな。いや今日、あ、今日じゃねえ、あの今宿舎行ったら下だけ閉まってて左右空いてたから、脇が宿舎で金庫からミーティング行って冷えて、そのまま同意で、で今僕が宿舎入った瞬間閉められたから宿舎右だけ空いてる今。お、宿舎下の扉が閉まってんだったら俺は確かに高田さん視点でも、あ、宿舎下ねずっと閉まってると思う最後まで。僕が入った時も閉められたし、所定でプテ君と一緒にエンジン脇メイン2人で行ってエレキで別れたけど、俺はエレキ残り最後、停電明けにメインホールに行ったらシャワーからサントスさんが出てきて、それすれ違って今ボタン、うん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 、電気診察貨物ラウンジっていう風に行って、でラウンジで貨物から戻るときに何か誰かいたんだよな、あ、エレキで工藤さんを見たから、工藤さんからエレキ診察貨物、高田さん見た、見てない、いやいや、待て、なんだっけ、ハイブルさんとメイン化かなんかして、そう、まあ、中盤にあるバイタル貨物っていう風に言ってますよ僕。いや、その後メインの湧いた後即エレキってこと？うん、いや、エンジン湧きメインで、多分ね、プテ君は、暗室タスク、俺が配線やってからエレキのアスタリスク、プテ君の方が先行って先出ていった。エレキの構造が今回ね、4が袋工事で、メインから入るとしたら7、8、9、6、5、2で1、3と袋工事みたいな感じなのね、うん、じゃあプテの工藤への問いかけは何で、いや貨物からバイタルで電気って僕戻ってるんですよ、その時に工藤さんを電気で見ました、その前にも貨物で1人見たから、それが工藤さんかなって言ってるんです。工藤はどうやってエレキに行ったんだっけ、それメインからじゃないかな、手で直してからずっとガミさんとくっついてエレキ行ってますよ、貨物からです。あ、貨物からか、貨物からか、シャワーで工藤さんと一緒にいたから、まあラウンジって回ってたんだったら、まあ、高田さんとか貨物来てんのこれ、うん、俺シャワーさんとシャワーで見てるよ、うん、配線見てるから、うん、いや工藤くんが浮いてるのかなと思ったけど、トスもシャワーで見られてるんだったら難しそうだな。サントさんの移動経路なんてどんな感じなんですか。貨物ラウンジアーカイブ証拠組にダウンロードアーカイブシャワーで高田さんと会う、シャワーからメインでハイブリッドアウトです。ラウンジからアーカイブ、ラウンジで工藤さんだった、ラウンジで工藤さんと会い、アーカイブでシャワーで高田さんと会い、シャワーからメインでハイブリッドみたいな感じ。それ切れるのって、うん、俺もラウンジで工藤と会った後って、工藤で貨物で停電、その後直して神と合流ってこと。そうですね、直す前から合流してましたね、ガミさんと。クドガミが合流してるはず。プテオスさんって停電入ったタイミングどこにいたんですか。停電入ったタイミングは、貨物の金庫あたりにいたと思います。え、あ、違うかな。あ、そうです、まあ、そこだけ見なかったけど。ってことはサントスさん目線でクドさんでだいぶ白いじゃないですか。ていうかできない、てか貨物で停電直してガミクドで白取り合ってたんですよ、ミーティングしたいなら。ってか普通にする、高田さんが俺エレキからメイン所に登って右に行ってんのも見てて、で多分エレキで会った時ってほぼキルクール開けてるから、高田さんなんか白っぽいから、左右の扉が開いてる状態で切れるのってサントスさんかアルマぐらいしかないんじゃない。そうなんだよね。でサントスはラウンジで工藤とすれ違った後に俺を見るまでの間のタイムラグすっごい間あるなって思って。あ、ダウンロードしますよ、それは証拠、さっきも言ったけど。ああ、そういうことか。僕だったら、あ、そういうことか。僕だったら高田さんの証言も死んで死体を冷やしてレポートしてることになるんで。あれプテさんって白出たんだっけ、ごめん聞き漏れしたら申し訳ない。まあ出てはないけど、僕は竹さんないけど、ね、確かになんか工藤さんと会わなくても一応成り立つ経路だなって思いました、
まあタスク終わるけど、まあ任せます。結構厳しいそれ。正直8人のうちから釣り入れてほしい。あ、そうね、1釣りは入れてもいいかもね、うん、まあ釣るなら正直サントスさんからって俺は印象かな、うん、俺もそっち。なんかサントスさんでできるなら私釣りになると思うけど、まあ、俺はスキップしたスキップに入れた人物から釣りたいなと思ってて、うん、その場合ハイブリサントスの二択になりサントスさんって何も情報を出さなかったからずっと俺が聞くまでね、まあ、怪しく見えちゃうなって感じ。なんかねこのキルペースインポスター落ちてると思うから、インポスター落ちてるとしたら鬼気だと思うんだよ、うん、今鬼気だと思う、うん、そうだと思うよ、うん、ってなるとスキップの人の方が怪しいと分かる。分かるな、俺自分でやってる時とかでも今回停電直しました。あ、どうだ、まあ、終わりです。いやマジだあれ、あそこスキップ入るの思わなかったわ、もう満票多票だと思った。逆や、君の1票があれば救われてる。いやそうなのよ、マジで悲しかった。あ、そうそんなに大敗するやん、あの状況で。なんでスキップ入れるのって思っちゃうんですか。あ、そうだよね、まあそうだよね、俺も変だなと思いながら、その通りです。よし、じゃあ行きますかね。はい、はい、じゃあ